今日の企画はカフェピアノ突撃企画です。カフェムズエムにやってまいりました。今ね、多分インサートが入ってると思います。後ろに分かりますか、映ってるセントラルほどではないとは思うんだけど、バラはバラの色というかさ、この赤いソファ明らかにいいカフェっていうのはね、皆さん分かると思う。多分無理だと思ったことは先に言っておきます。交渉するけどね、頑張って。で、ダメだった場合は、お家で自分が今日弾く予定だった曲を皆さんにお届けしようかなと思っています。で、まずはね、ケーキかな、店員さんの用でね、注文したいと思います。店員さんがね、全く飲みかけないと。これね、ウィンあるあるなんですけど、時がね、非常にゆっくりね、流れています。せわせわね、カフェに来てね、注文して帰るって方はね、そんなにいないんですよ。カフェに来たらもうとにかく喋り倒して2時間でも何でも長くいて帰ると。これがウィンの文化なんで、まあ、基本ね、ゆったり。ハロー、I'm a Himbeer Vanilla Schuss. And I'm a Melange. やべえ。いい感じの店員さんだね。いけそうな気がする。本当にウィンはケーキが美味しいから。一旦ね、これ皆さんにね、ぜひね、ご賞味いただきたい。ご賞味、合ってますか？だけあー、シェンそうシェンダンケシェンダスジッグータウスダスイッドベストダベストマイリブリンリアクリいや、イカペプリンリブリンクセッサンリザシーズ、リザストメルダスイッドオッケー、だけわかりますか？このまずね、ヒントとしては、まず調べてないんだけど、シュッセルで、シュッセルか、鍵か、シュッセル、多分ワッフルだと思うんだけど、まずヒンベアはラズベリーです。で、バニラはバニラね、そのままバニラね。今ね、ケーキの題名から紐解いてるんだけど、どう考えても、その3つのカテゴリーにないものが載ってるね、ここにね。どう考えても。あの人が一番おいしいって言ったから、多分おいしいはず。まず緑からいこうか。いや、まずこっちからいこう。チョコレートが周りにあるからいただきます。え、なんかラズベリーとバニラ、割とね、わかるかな、カスタードバニラみたいな感じなんだけど、周りのね、このラズベリーと外にもラズベリーが塗ってあって、このサクサクのワッフル部分かクッキー部分、こうすごいね、なんかリニアモーターカーってわかります？浮遊してるんですよ。だからリニアモーターカーの磁石がこう周りにあって、でラズベリーとバニラがその上に浮いてる感じ。でも食べると新幹線になるみたいな。毎回思うけど、これ食べるのってすごい難しいんですよ。でも何かに例えようと思うと、食べれないものをね、例えてしまうという病気なんです。じゃあこれね、はい、これも本当に分かんない。これは多分皆さんもこれは何だろうと思ってるはず。いくよ。マスカット。あ、中にね、ちょっとごめん、あんま綺麗じゃないけど、ラズベリーのジャム、ラズベリーのジャムが出てきましたよ。ケーキってさ、でもなんでこんだけさ、人を幸せにするんだろうね。So good! ブンダーヤンデレ？ディセ？This is tough. ロボ？This is tough. This is tough. Ich habe probiert, es ist zu hart. Aha. Ja, gut trocken. Süß, süß. Ich zeige dich, ne? Trocken. Trocken. Es ist dry. This one is the perfect one. She's always the simple thing about that. And this, very nice. Can I pray? If you want to. Wow. What? I'm so good pianist.ピーター、いけた。原田、わかる？今のさ、ここだと思ったわけ。
ケー出ました。もう好きにしてみたいな感じとか。でもなんか何事もね、これね、ウィーンでもう10年以上住んでるんだけど、フレンドリーでいること。海外の人はみんなフレンドリーだから、ポジティブな人がやっぱり多いよね。すごいね。あとね、やっぱ奇跡だよね。これ選ばなくてよかったよ。だからそしたらさ、これを選んでたら、私も俺嫌いって言う方になってたじゃん。絶対。だって、マジでやめとけみたいな感じで、ドロッケってさ、ドライ。よかったな。センスが一緒だった。シューマン。森の条件。検索させて。では、お聞きください。マジのパンだと思っちゃうんだけど、パンのマジバージョン、本気バージョン。